2022年3月、ある列車が運行開始50周年を迎える。それが予算線の特急列車、潮風号だ。今回は潮風号の歴史や、入場車両についての軽く解説しようと思う。潮風は1972年3月15日、それまで走ってた急行、伊予を格上げする形で四国初の特急としてデビュー。この頃は高松と松山や宇和島を結んでいた。当初はキハ181系の最終新造車が使われており、高松に所属していた。キハ181系は国鉄型として初の 500PS エンジンを搭載した特急気動車。四国向けに新造されたのは南風用と合わせて26両だったが、後に中央線などから4両車が転入し、合計44両になった。1986年には、キハ185系が導入。急行を格上げして、潮風を2往復増発させた。キハ185系は、国鉄が四国向けに開発した車両で、県内は主要特急を引きのけ、観光列車などで活躍している。その後は瀬戸大橋線開業により、岡山発着に変更、高松発着に廃止、時期が設定された。そして、この頃から潮風は最初の世代交代を迎える。1989年、JR 四国は、瀬戸大橋線開業を機に、うじゃうじゃと拡大を企む高速道路網に対抗すべく、鉄道総研と共同で、世界初の釣り子気動車2000系を開発。翌年より量産車が導入され、コーナーを本速130で走れる強みを生かし、大幅なスピードアップを実現した。1992年からは、JR で初の釣り子電車、俺たち8000系が登場。翌年より、潮風石吹の主力として本格デビューし、四国初の130機の運転の開始。後にリニューアルも施行され、県内のフラッグシップとして活躍している。2001年からは2000系運用で、予算線安間南列車を運行開始。グリーン車2両を含む11両がラッピングされ、3度のリニューアルを経て15年間活躍した。2014年6月には、空気バネ式、車体傾斜装置を搭載した新型車両、8600系が石吹1往復でデビュー。そして、2016年3月26日、8600系、潮風と8000系アンパン、南列車のデビューで、2000系は潮風石吹を撤退。同時に、宇和島直通運用は消滅。この2列車は全て特急電車になった。8000系、8600系は電車松山に所属。それぞれの編成図はこの通りだ。県内はアンパンマンと8600が 5B、8000の現職が 4B で運転されている。潮風号は1日15往復運転されており、伊予西郷始発の1本を除き、宇多津や多摩津、松山間で石吹を連結して走っているが、繁忙期には6から30号が全編成、岡山行きとして運転されている。この時8600系の 8B に凍結されており、グリーン車が2両ついたレア編成を見ることができるぞ。ただ、8600系運用の潮風12、11、24、23号と石吹106、103号が繁忙期。8000系での内装が発生する件、ご利用の際は注意してほしい。それと、潮風が凍結される期間は高松から宇多津多摩間で臨時の特急石吹を運転している。多摩到着後は留置線でしばらく休み、上り石吹に使うため宇多津まで改装しており、この区間では1時間に1本、上り改装の撮影が可能だ。昼間に改装を撮れる機会は滅多にないと思うし、狙う価値はあると思うぞ。潮風号は上り1本を除き、岡山松山での運用だったが、今春のダイヤ改正で下り最終列車の29号が伊予西郷行きに変更されるような。また、俺と8600系の運用の一部変更されるとのこと。余談だが瀬戸ライナーら学校帰りに潮風30よく乗ってたらしいぞ。それと、俺たち8000系は間もなく製造から30年を迎える。そろそろ置き換えか危機更新の話が出てきてもおかしくないだろう。アイデンティティでのある東芝 GTO もそのうち聞けなくなると思う。記録はお早めに。というわけで、今回の動画はいかがだったでしょうか。これからも JR 四国の看板特急として頑張りますので、もし香川や愛媛に来る機会がありましたら、ぜひ、俺たち、潮風号をご利用していただけると嬉しいです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。